どうもアガポニです。今回は南の遺跡についてです。それでは早速いきましょう。まずは遺跡手前の南の森の向から行きます。基本的に一本道なのでサクッと攻略していこうと思います。最初は道なりに進んでいく感じです。途中こういった紫色の浮遊物が飛んでるんですけど、これは触れると魔物が出てくる存在となってます。距離を取れば無視して進めるので無理に倒す必要はないです。で進んでいきまして、この洞窟に入っていきます。中に入るとキースがいるので、こっちもキースを複数出して注意を引いておきまして、その間に右側までジャンプ移動して奥のスイッチを踏んでおきます。これでこのエリアの扉を開けることができるので、あとは戻って先に進んでいくと。この部屋は敵を倒しきる必要があるので戦っていくんですけど、ロープを複数出しながら攻撃していくか、ウニを複数置いて勝手に突っ込んでくるのを待つといった方法が楽に倒せるかと思います。で倒しきると扉が開くので先に進んでいくと。外に出たら上の方に進んでいきます。右側に移動するとコインがあるので、これはベッドを使うと回収することができます。回収したら戻りまして左の方ですね。でここがね、南の遺跡となってます。まずはシルベに触れてから奥に進んでいきます。この部屋は奥にある岩を調べるとトリーとの会話が発生しまして、新しい機能となるシンクが使えるようになります。シンクは X ボタンで使うことができて、簡単に言うと対象のものをゼルダと同じように動かせるようになるといった能力となってます。なので早速岩をシンクして動かしまして、奥に移動させてスイッチを押して扉を開くと、この部屋にある岩もシンクして横にスライドさせると下の階に移動できるようになります。ただこの部屋は左の方に宝箱があるので、事前に回収しておくといいかと思います。ここはベッドを使って移動ですね。ここに宝箱があるんですけど、このままでは埋まっていて開けられないので、近くでシンクして引っ張るように移動すると引き抜くことができます。これで中身を回収することができますと。この後はさっきの部屋まで戻って下の階に移動していくだけですね。この場所は上から垂れている糸を掴むことができるので利用して移動していきまして、この雲は上からウニを落とすことで楽に倒せるかと思います。倒したらしっかり覚えておきまして、名前は糸チュラですね。でこの糸チュラは使うと天井に糸をつけてくれるので、この糸を利用して上の宝箱を回収しておきます。中身はダンジョンマップとなってますね。回収したら下に降りまして、ここでもウニを落として攻撃するといいと思うんですけど、ここにいるクモはね、地面に近い位置にいるのでひっくり返らないです。ひっくり返らないとね、ダメージが通らない魔物なので、上から糸チラを垂らして攻撃をしていきます。これね、いきなり糸チラを垂らすとなぜかこっちが負けるので、先にウニで糸を切っておくといいかと思います。これで倒せるかと思いますね。倒したらまた糸チラを使って上に移動していきます。この場所はベッドを使って移動していく感じですね。
で、上の方に移動していくと、ここにエレベーターがあるので、これを使って上昇します。その上で、この先にタートラックという鎧兵がいて、一部の攻撃が弾かれてしまう厄介な魔物がいるんですけど、キャンゾルの炎攻撃は通るので、セットして準備しておくといいかと思います。ちなみにキャンゾルをこの時点で覚えていない場合は、エレベーターに乗る前の下の方にいるので、そこで倒して覚えることもできるようになってます。で、この子がタートナックですね。正面に出しても倒されてしまうので、なるべく背後から攻撃できるように誘導しながら戦うようにするとダメージを与えやすいかと思います。倒したらしっかり覚えておくと。この後は左の方に移動していきます。このはしごから下ですね。このエリアは2つの食台に火をつける必要があるので、まずは下の方にある食台にキャンゾルを使って火をつけておきます。そしたら右の方に移動していきまして、ここはベッドを使って足場を作ります。さらに上に移動して、この木箱はバウンジローで破壊するのが楽です。この食台は少し高さがあるので、ベッドとテーブルを使って足場を作りまして、キャンゾルで火をつければ奥の扉を開くことができます。これで先に進むことができますと。ここにはシルベがあるので、まずはチェックですね。その上で、ここの扉は右側の盾を持った銅像にシンクしまして、下方向に引っ張るようにすると盾を外すことができます。これで扉が開くという仕掛けになってますね。このエリアにはキースがいるので、まずは適当に注意を引きつける魔物を使っておきます。で、左の方に移動して、ベッドを使って足場を作って移動していくと。さらにこっち側でもベッドを使って足場を作りまして、宝箱を回収ですね。中身は50ルピーとなってます。この後は道を戻っていきまして、今度は上の方に移動していきます。で、ここまで来ると中ボスとなるリンクとのバトルになります。リンクは盾持ちなので、正面からの攻撃は通らない相手となってます。なので基本ね、背後からの攻撃が必要です。立ち回りとしては、一度障害物を利用して後ろの方に回ると見失ったモーションを取るので、この時に魔物を召喚して攻撃していくのが無難です。特に P ハットを使っていくと攻撃を当てやすいので、持っている場合は使っていくといいかと思います。 P ハットの入手方法は前回の動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてみてください。倒されてしまったらまた背後に回るようにして、見失ったタイミングで攻撃といった感じですね。で、リンクの色が変わった後は若干スピードアップするんですけど、基本的な立ち回りは同じです。背後を取れば見失うモーションをするのは変わらないので、同じように後ろから攻撃をしていくだけになります。これを繰り返していけば比較的楽に倒せるかと思いますね。
はい、これで勝利となってます。倒した後は剣モードが使えるようになりまして、これで紫色の網を破壊することができるようになります。破壊した後ははしごを使って下に移動ですね。このエリアはまず右に移動しまして、ここから下に降ります。でここで糸チラを使って上に移動して、まずは宝箱を回収ですね。中身はハートが出やすくなるアクセサリーアイテム、ハートのピンとなってます。この後下の方に移動しまして、この岩はシンクを使って手前に引っ張って奥のスペースを開けておきます。そしたらシンクを解除して、はしごを使って迂回すれば奥に移動できるようになるといった感じです。道なりに進んでいきまして、このエリアにはしるべがあるので、まずはチェックしておきます。この後は左下の部屋に移動します。魔物がいるので、まずは倒しておきまして、倒したらしっかり覚えておきます。名前はデクババですね。でここの網は剣モードを使って破壊しまして、奥の魔物も倒しておくと、あとは右上の方にももう一匹いるので、こっちも倒しておきます。倒しきると扉のロックが解除されるので、まずは上の部屋に移動します。この部屋もね、奥にいる敵を倒す必要があるので、 P ハットあたりを使って倒しておきます。他にも魔物にシンクして引っ張って倒すといった方法もあるので、できる方法で倒してみてもらえればと思います。で倒すと宝箱が出てきまして、ここから小さな鍵を手に入れることができます。この後道を戻りまして、今度は左下の部屋に移動します。この部屋はまずは中央の銅像とシンクして、左の足場を使って像を奥の壁の上に乗せるように操作します。この後は右側のスイッチのところまで移動させれば、鉄格子を下げることができまして、宝箱を回収することができます。中身は50ルピーとなってます。回収したら道を戻って、しるべのあった部屋まで戻っていきます。でこの右の扉に小さな鍵を使って入っていくと、この部屋はまず右の銅像にシンクしまして、少し下に引っ張って距離を調整して、色の変わった床に配置できるように操作します。成功すると鉄格子が下がって奥に進めるようになるといった感じです。ここは単純に動く床に乗って移動していくだけになりますね。でこの部屋は上の動く足場にシンクした後に R ボタンを押しっぱにすると、反対側に移動することができます。そしたらはしごを使って足場の上に乗って左に戻ると、上に登ってまた足場に乗るんですけど、ここは距離が足りないのでベッドを使って距離を確保して移動していきます。ここも足場を使って移動ですね。
で、右の宝箱を回収するにはここでもベッドを使って距離を確保しておきまして、上の足場が移動してきた時にシンクしてRボタンを押しっぱにすることで近くまで移動することができます。中身は20ルピーとなってます。回収したら上に移動していくと、この部屋は左のスイッチに何かしら物を乗せる必要があるんですけど、そのままでは高さがあって乗らないので、まずは鉄格子の奥に岩を出しておきます。まあ岩じゃなくても右の銅像を使うでも大丈夫です。さらにスイッチと同じラインにトランポリンも出しておきまして、この状態で岩とシンクします。距離を調整した上でトランポリンに乗ればスイッチに置くことができまして、鉄格子を下げた上に左下の扉のロックも解除できるといった感じになってます。これトランポリンじゃなくてもね、ベッドやテーブルを組み合わせるでもいいかと思います。で、宝箱の中身は大きな鍵となりまして、あとは道を戻るかマップ移動でシルベの部屋まで戻りまして、正面の扉に大きな鍵を使うことでボスバトルになります。今回の攻略はここまでです。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。